にちは、アルクです。本日はですね、逆さまになってこう背中をアーチにしていくクレッセントっていう形をやっていきたいと思います。クレッセント、月様っていう意味なんですけれども、足で挟んで逆さになるのがレイバックなので、レイバックアーチとも呼ばれています。確認します。足で挟んで逆さになったらですね、手で頭の後ろのポールをしっかり支えていただきます。で、またはしっかり挟んだ状態で、大事なのが、結構アーチを作るときにこっちを引っ張って頑張ってアーチを作ろうとする方がいらっしゃるんですけども、実はこれ押していて、肩でしっかり押す力と柔軟性、あと腰の柔軟性が必要なので、しっかりウォームアップしていただいてから、手を背中が硬い人は上目を持っていただいて、柔らかい人は下目を持っていきます。で、お尻しっかりポールにつけたまま手を奥に押します。グーッと押して、背中のアーチを作っていきます。これ引かないでください。押し切ります。で、肘がこう伸びきらない方は少し上を持ってこう押し切ってください。遠くに。で、もっと柔らかくいける方は少し下目を持って押し切ります。はい、そしたらいよいよ上でやっていきます。まず怖い人はですね、下にしっかりマットを敷いて行ってください。はい、登ります。で、足でしっかり挟んでください。先ほど頭の上持って押し切れた位置ぐらいのところを持ってください。で、しっかり持ってたらグッと押していくと足が下がってきます。下がってきたら頭上出てきてください。で、戻るとき足しっかりクロスすると戻りやすいです。はい、いかがだったでしょうか。クレセントの練習の仕方でした。皆さん気をつけて練習してくださいね。頑張ってね。